はい、さやもくんです。Vlog カメラはこれに決まりだというところで、最近ね、めちゃめちゃ使ってるインスタ 360X4 に大幅アップデートが入ったので、今日はそちらのお話と、しばらく使ってみての感想みたいなところをね、やっていけたらなと思います。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、僕のチャンネルでは写真の発注、機材のレビューなどを行ってますので、初めての方はぜひね、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。というわけで今日のテーマはですね、360度カメラですよね。で、360度カメラって聞くと、皆さんどんなイメージをお持ちですか？俺はですね、編集めんどくさってのがね、一番最初に来るんですよね。それがインスタ 360X4 になってからですね、アプリケーションも進化してですね、結構 AI 編集だったりとか、敷居がかなりね、下がっているっていったところで、またね、先日さらに大幅アップデートが入ったっぽいんですよ。どうやらですね、この AI 編集の機能だったりとか、アプリケーションの編集が大幅アップデートしているおかげでですね、さらに簡単にですね、高品質な編集ができるということで、結構楽しみにしてます。僕自身ですね、世論島とかでもですね、Vlog で使いましたし、結構YouTube 撮影でもね、宮古島でも使いましたし、このインスタ 360X4 は出迎えてからめちゃめちゃお気に入りで結構使ってるんですよね。360度カメラのいいところはですね、後々フレーミングできるっていうところもね、メリットなんですけれども、360度カメラってぶっちゃけね、僕画質の面で満足してなくて今まで敬遠してたんですよ。なんですけれども、インスタ 360X4 になってからは 8K に対応したっていうところで、切り出してもですね、4K のね、十分な画質が得られるっていうところで、YouTube 撮影をはじめ Vlog でもね、めちゃめちゃ使ってるんですよね。で、僕みたいにですね、YouTube で横動画を撮りつつ、 Instagram とかのリールとかでもですね、縦でね上げたいなって言った時に、360度で撮っておけばですね、縦動画で使ったりですとか、 YouTube 用に横動画で使ったりとか、後でですね調整できるっていうのがめちゃめちゃいいんですよね。で、あとね、購入してからね気づいたとこなんですけれども、お気に入りポイントが一つあります。なんとですね、 DJI マイクとですね、なんか互換性があるのか、 Bluetooth で接続できるんですよ。いや、これはね、僕も知らなかったんですけれども、ノリでやってみたらですね、繋がって結構使ってるんですよ。360度カメラでですね、3メートルの自撮り棒とかで空撮チェックにね、撮ったりとかした時って、音がですね、結構入りにくいじゃないですか、距離があるので。そういった時にですね、DJI マイクみたいなワイヤレスマイクでですね、音も集音できるということで、いよいよ最強になってきてるんですよね。で、そんなインスタ 360X4 なんですけれども、先日ね、大幅アップデート、さらにね、AI 編集がですね、進化したというところで、YouTube とか Vlog で本気で編集したいものは任意でね、編集していきつつ、SNS でですね、縦で気軽に上げたいな、みたいなのは AI 編集に任せつつみたいなですね、使い分けがいよいよね、簡単にできるようになってきたなというところで、ちょっとね、試してみたいなと思います。皆さんと一緒にその進化具合はどれほどのものなのか試してみようかなと思います。それではやっていこうと思うんですけれども、もう必要なものはですね、インスタ360の X4 とスマートフォンがあれば編集ができちゃうといった感じですね。主にですね、AI 任せのですね、AI 解析して自動編集っていうのと、あとはですね、クイックっていうのがあってですね、スマートフォンでですね、こうね、動かすだけとかですね、ジョイスティックを動かすだけでですね、任意でリアルタイムでですね、フレーミング360度前方使うよとか、後方使うよとか、右使うよ、左使うよっていうのを、もう直感的にですね、選択して動画を作ることができたりとか、あとは様々なね、テンプレートとかも用意されてるのでやっていきましょう。では、はじめにですね、AI 任せのですね、進化した AI 編集機能を言ってみましょう。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで簡単な思い出の動画とかですね、例えば僕だと奥さんにね、家族の思い出動画、息子のね、映像とかをですね、シェアするんですけれども、簡単に AI 編集してですね、サクッと渡してあげて、奥さんがそれを投稿したりとか、まあ、うまくね、使ってます。次にですね、クイック編集なんですけれども、言うて僕らクリエイターはですね、AI 編集とかやってもですね、いや、簡単なんだけど、もうちょっとね、こういうフレーミング使いたかったなとか、いろいろこだわりが強いと思うんですよ。そういった方のためにですね、撮った映像をですね、直感的にこの秒数のとこ右、そして上、そして下とかですね、本当に携帯を向けるとですね、その時撮影した映像の右を向いてくれたりとか、本当に直感的にフレーミングできるんですよね。なので、例えば1分の動画だと流しながら、10秒まで右、そして20秒あたりから前、そして後方っていった感じでですね、フレーミングしてあげるとですね、もう動画が完成するといった感じになります。この機能がどちらかというと僕はよく使いますね。もう本当に自分が使いたいところをですね、ここ空見せて、直進見せて、そして右、後ろ、下、また空で戻るとかね、
まあ、任意で指定できるので結構いい感じです。まあ、あとは水中の撮影とかでも結構使うかな。水中の撮影で360度ね、全部撮っておいて、ここの部分はですね、目の前のね、綺麗な海とサンゴを見せたいよとか、一定の秒数から自撮りを見せたいよとか、そして右からですね、第三者に撮られてるようなね、俯瞰した映像を見せたいよとか、そんな感じでクイック編集とかも便利なのでおすすめです。インスタ360のね、この編集アプリなんですけれども、例えば海の Vlog とかね、いろいろテンプレートが用意されてたりとかするんですよ。素材を選択してそれを押してあげるだけでですね、動画が仕上がったりとか、あとはですね、文字も入れたりとか、いろいろこだわりの編集もできますし、フィルターとかも用意されてるので、ちょっとね、色味を追加したりとか、細かいとこ行くとですね、美肌補正とかですね、なんかいろいろあるので、本当に結構直感的にこだわった映像が作れるのが面白いところですね。次に面白いのが、ムーブメント機能っていうものなんですけれども、これもアプリケーションでですね、ムーブメント、カメラのね、動きをですね、選んで、簡単にですね、カメラワークをつけることができます。これも結構面白くて、いろいろ遊べるかなと思っております。あと、僕がよく使う機能で、トラッキングがありますね。トラッキングでアプリケーションでですね、被写体をですね、トラッキングすると自動で追い続けてくれるっていうものなんですけれども、僕の場合 YouTube コンテンツが主なので、基本的に自分が映ってる絵が欲しいんですよね。なので、一通り回しておいて、自分にですね、トラッキングして、全部ね、自分が映ってる映像を一旦書き出します。その後でですね、自分以外の前方が欲しいとか、後方が欲しいとか、欲しいところをまた別でね、抜いていくみたいなやり方もしますね。とりあえず自分が映ってるところを一旦トラッキングして抜きたいみたいな時にもめちゃめちゃ便利ですね。あとトラッキングあと一つ使うときは息子と写ってる映像ですよね、僕と奥さんと息子がいて子供って不規則に動くので360度で撮っておいて息子にトラッキングするみたいな、とりあえず全方位写ってるので後からねトラッキングしたい人を選んでですね映像を抜いていくみたいな使い方ができるのが360度の魅力かなと思っております。これねめっちゃ使えますね。はい、てな感じで今日はですねインスタ 360X4 を見ていったわけなんですけれども、どうでしょうか。アプリケーション中心に見ていったわけなんですけれども、皆さんのですね360度カメラへの抵抗がですねちょっとなくなったら嬉しいかなと思っております、僕もですね数年前まではですね360度カメラ一度買ってね挫折して、結局編集が難しくて使わないみたいなことがあったんですけれども、まあ久しぶりに数年ぶりにですねこのインスタ 360X4 でですね360度使うようになって、めちゃめちゃ使いやすいので頻度めちゃめちゃ増えたんですよね。なので本当に Vlog とか離島旅とかあと YouTube コンテンツですよね、結構使っております。特に YouTube とかもですねやっぱ手が開かないシーンが多くてですね、メインの撮影をしながらですね撮影風景をワンオペで撮るっていうのはね結構しんどい時あるので、そういった時にインスタ360をですね周りに置いておけばですね全方位撮ってくれてるので使いたいシーンが後で抜けたりですとか、あとはジンバルにねマウントしてですねジンバルの横っちょにつけておけばですねビハインドが撮れてたりですとか、まあいろんな使い方ができて非常に便利ですよね。っていう感じでインスタ 360X4 ですね、今年使ってる Vlog カメラの中でもですね結構一押しの部類に入るので、ぜひね皆さんにも試してみてほしいなと思います。きっと360度カメラのですね意識がね変わってくるかなと思うので、ぜひねチェックしてみてください。今回の動画楽しいないいなと思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。